どうも、島津です。映画やドラマの考察やレビューをやっているチャンネルでございます。ラストマイル見てきました。初日の23時台に滑り込むことができたので、私は後世にわたってですね、ラストマイルを公開初日に劇場で見たと、自慢することが確定しましたけれども、そのぐらい言っちゃってもいいんじゃないかなっていうぐらいですね、ヒットするような予感がしております。誰が見てもある程度は面白いということが、確約されている作品のような気がしますので、ネタバレ絶対に知りたくないという方はですね、今すぐに、動画を閉じて見に行っていただきたいと思いますけれども、この動画ではネタバレできるだけなしで魅力をですね見てきた初見の初速の熱量でお届けしたいなと思っております。まず一つ目はですね、サプライズはどんな感じであるのかっていうのをちょっとだけ喋りたいと思います。ネタバレにならない範囲で。そして冒頭のつかみの10分間ぐらいがとにかくすごかったよねっていう、これもネタバレにならない範囲で喋ります。そしてテーマがどんな感じなのか、これもネタバレにならない範囲で喋ります。そしてこの人たちの演技がすごかったよね、そしてシェアードユニバースとして予習はどのぐらい必要なのか、この5つのテーマでとりあえずですね初速の動画をお送りしたいと思っております。で、まあ、作品のですね、イントロダクションをとりあえず説明しておこうと思うので、ホームページから引用しますけれども、アンナチュラルミュー404と繋がるシェアードユニバースムービー、宇宙が繋がっているということですね。監督塚原彩子さん、脚本野木亜紀子さん、そして主題歌米津玄師さんという最強チームが送る極上のノンストップサスペンスエンターテインメントが誕生。11月、流通業界最大のイベントの一つ、ブラックフライデーの前夜、世界規模のショッピングサイトから配送された段ボール箱が爆発する事件が発生。やがてそれは日本中を恐怖に陥れる連続爆破事件へと発展していく。誰が何のために事件を仕掛けたのか、残りの爆弾はいくつで今どこにあるのか、ドラマアンナチュラルとミュー404の世界線と交差する完全オリジナル映画作品、もう世界規模の配送サービスということでアマゾンをイメージしているというふうに、まあ、みんな言ってますし誰が見てもわかると思うんですけれども、いやしかしね、これはアマゾンよりですねより勢いが強いぐらいだと思うんですよね。独自のスマートフォンを発売している、例えばガーファで言ったらアップルとかグーグルに匹敵するっていう、ぐらいなのでアマゾンより強いですね。アマゾンっていうのは独自のスマートフォンを発売しましたけれども、諦めましたからね、製造を中止したという過去が、ありますので、アマゾンよりグイグイ来てるんじゃないかっていうぐらいですね。アマゾン以上の、外資のですね化け物企業を舞台にしている作品ですね。そしてそれがこうテロに巻き込まれてどうなっていくのかという、サスペンスエンターテインメントですけれども、まあとにかくですねキャストが豪華だということも、非常に話題になっています。満島ひかりさん、岡田将生さん、阿部サダヲさん、ディーン・フジオカさん、日野翔平さん、宇野翔平さん、そしてそれに加えてアンナチュラルとミュー404のメンバーも合体してますので、豪華キャストでもめちゃくちゃ話題になっているという状況ですね。そしてサプライズの話入ろうと思いますね。サプライズはですね、ありますね。見た方はわかると思いますけれども、とある意外な、おーっていうですね、まあ我々にご褒美があるわけですけれども、それはですね、アンナチュラルとミュー404を見てきてからラストマイルを見に来ている人にとっては、期待したものとは違うかもしれないですね。これがあるかもと、思っている要素が一個あると思うんですけど、それではないわけですね。でも、それにすごく似てますね。事務所とかが似てますね。みたいなことであるとか。あとはサプライズはあるんですが、見るまで推理をすることは不可能ですね。この人なんじゃないかっていうのは推理は不可能ですけれども、見てから、補助線を想像することは非常に簡単だと思います。ここのつながりっぽいなというのは、想像が簡単だと思いますし、そのきっかけとなる作品というのはこのチャンネルでもですね結構強く押しちゃっている記憶がありますねっていうところで、そういうサプライズをですね劇場でバシッと、体感するためにですね、なるべく早く劇場に足を運ぶというのも、一つの動機になるんじゃないかというぐらいですね、いいサプライズがありますということは言っておきます。そして冒頭のつかみのシークエンスが本当に素晴らしくて、まあ、劇場で時間を計っていたわけじゃないんでわからないんですけれども、10分ぐらいかな、すべてのこの映画の要素が全部で揃っている、そして、それが図式的に出ているんだけれども、ただ単に説明のための説明という風になっているわけじゃなくて、ストーリーがちょっとずつ進みながら、構図が分かっていくというのがですね非常にえげつないですね。手腕がすごいなと、脚本と演出と撮影とこう全部三味一体四味一体という風になって、非常にスムーズにですね映画全体の風貌が明らかになっていくというのがですね気持ちいいですね。これはでしかも画面が大きいことを前提にした構図とかがやっぱりテレビドラマの時よりはちょっと多いような、気がなんとなくしましたね。まずいきなり冒頭からですねドスンガタンゴトンというですねちょっと遠くの方で、しかも反響しながら荷物がですね、何か、ベルトコンベアのようなもので運ばれながらガタンゴトンって、動いている感じのリズミカルなんだけれども、決して、心よくはない音、ちょっと不快な重たい音っていうのが、ドスンガタンゴトンっていうのが、流れてます。でこれは、中盤以降もですねずーっと流れてまして、とある重要なところで、なるほどという風に繋がっていくような、わけですけれども、これ冒頭から鳴ってますからね実はね。でこれは僕は塚原さんの音と
思っているんですけれども、塚原愛子さんの演出で、日常だったら聞き逃されてしまいそうな些細な音みたいなものを、ブーンってこう、ドゥーンってこう、拡張して、音を流すみたいなのが、割と塚原節なのかなと、僕は思っているんですけれども、それがですね、Amazon みたいな企業なので、配送されたボックスをですね、こう、受け取り主がですね、開けるときに、段ボールからガムテープをベリーって剥がすときの、ベリーンっていう音とかが、ふーんってなるみたいなね、それは割とこう、アンナチュラルとかの時でもあったような音の演出だと思うんですけれども、それを見ていて、うわ、このワールドが戻ってきたなーっていうことをですね、劇場の音で体験するっていうのもまた、これも幸せですよね。そしてロッカーをガチャンと開けてですね、覗き込む梨本くんというキャラクター、これが岡田将生さんですね。で、これがこのアマゾンのような会社にもともといる人というわけです。しかし、このシーンはですね、何かロッカーの中に文字が書いてあるなっていうだけで終わるんですけれども、これはもちろん、後々繋がってくるメッセージになるわけですね。そして場面は変わりまして、日野翔平さんと宇野翔平さんという名前がそっくりの俳優さん二人がやっている親子がですね、配送サービスの、まあ末端のですね、届け役の役をやっているわけですけれども、非常に辛そうにしているわけですね。で、もともとやっていたですね、まあ家電の会社をですね、潰してしまったというような背景っていうのもこう徐々に分かってくるんですけれども、まあ親子は、まあ仲良くはやっているわけだけれども、非常に貧しくて辛い。で、一つ一つの労働におそらく満足はしていないだろうという様子が描かれますね。で、とある荷物がですね、アパートの2階みたいな部屋に届けられたところで、そこがドカンと爆発するわけですけれども、そこでもういきなりですね、冒頭始まってからもう本当にすぐだったと思いますけれども、ラストマイルっていうタイトルがバーンと出ると、おー、つかみ早いねというので、まずテンションが上がりますね。そして場面はまた変わりまして、エレナというですね、満島ひかりさんが演じている人物の電車の中でのショットになるわけです。あ、この人電車出勤している人なんだと思っていたら、駅からですね、普通歩くと思うんですけれども、そこで彼女がタクシーに乗ってるんですね。この時点でちょっとだけ違和感がありますよね。で、彼女が乗っているタクシーがですね、人がすし詰めになっているバスを追い抜いていくんですね。あれ？これ同じ方向に向かっているにもかかわらず、かけられるお金が違うわけですね。例えば、結構近かったとしてもタクシーで1000円ぐらいかかる、乗車をしているのか、百数十円の乗車をしているのか、っていうことが全然違う。あれ？彼女は何なんだ？というふうに思っていると、さらにですね、その人たちはですね、大勢の人たちは、歩道橋をゆっくり進みながら、人が多すぎるのでちょっと止まってくださいみたいな感じで、交通整理というかですね、整理されて進んでいるわけですね。それに対してその歩道橋をくぐるようにして、満島ひかりさんが乗っているタクシーがスーッと、行くところで、あ、なるほど、これはホワイトカラーとブルーカラーの差なんだっていう、ことが非常によくわかるっていうのが、このね、スムーズさっていうのが全然違う、っていうところが非常に、あ、これ絵的にちょっときついな、えげつないなって思っちゃいましたね。で、その満島ひかりさんが会社に来るのを出迎える岡田将生さんが、最初ね、靴を脱いでるんですよね。で、あ、来た来たみたいな感じで靴を履くっていうところで、あ、もうこの時点でめちゃくちゃ外資だなと、日本の会社で新しい上司を出迎えるときにリラックスして靴を脱いでるなんてありえないと思うんですよね。だけど外資だったらね、もう実力主義なんでそんなこともあるだろうっていう感じで、あ、なるほどね、もう日本にいながらにしてめっちゃ外資の空気なんだこの二人は、他の人たちは違うけれどもっていうことが、すごくよくわかる。で、おそらくね、上の階に登ってったんでしょうかね。ロッカーが非常にブワーっとたくさん並んでいて、あ、ホワイトカラーの社員さんがいっぱいいるんだ、この人たちみたいなのがって思ったら、パッと見ですね、100ぐらいありそうなロッカーに対してですね、使ってる社員は9人みたいな、ことを言うんですね。で、ロッカーが供給型というと、あれ？え、じゃあ下で働いているですね、あのすし詰めでバスに乗せられていて、右から左へですね、あっち行ってこっち行ってと、メガネとペン以外は持ち込めないみたいな、形でベルトコンベアに乗せられるようにしてベルトコンベアを、使う仕事をさせられている人たち、あの人たちにはロッカーはどんぐらい割り当てられているんだろうとか、すごくアンバランスだなっていうことも、感じるわけですね。で、船戸エレナという満島ひかりさんが演じてる、まあ、主人公ですね、が、ショッピングサイトの関東センターに配属されたばかりのセンター長なんですけれども、彼女をですね、案内するわけですね。岡田将生さんが案内する。岡田将生さんは、梨本コウ君というキャラクター。このコウという名前ね、ちょっとね、変わった名前だなっていう、ところもですね、非常に癖を感じますけれども、この人は入社2年目のチームマネージャーということで、でも上司、満島ひかりさんの方がちょっと上司になるっぽいですね。なので、こう、センターを案内していくわけですけれども、その際に、まあ、一つ一つのですね、不備というか、まあ、この辺りは、無理やり作ったんであんまうまく回ってないんですけどねみたいな、でもそれを直す気はなさそうな梨本くん、岡田将生さん、で満島ひかりさんはこうすればいいのにみたいなことをですね、軽口的にいつもの満島さんの感じで、言ってくれるわけですけれども、なんかネットを張った方がいいんじゃないかっていう、提案を満島さん、船戸さんがしたのに対して、あー、転落防止って梨本くん、岡田さんが言ったところで、飛び降り禁止
って満島さんが言うところで、あ、事故に対しての対策として梨本くんが言ってるのに対して、心の問題に対しての対策だというふうに満島さん、船戸さんの方は言ってるんだっていうことで、そもそも認識のレベルが違うっていう、ことも明らかになるっていう、いろんなもののですね、レイヤーとか高さが違う、ズレが、2社の間でいろんなところで起こっているっていうですね、末端のドライバーの人と、ホワイトカラーの、ミスマッチっていうのもそうですし、ホワイトカラーの2人の間でも問題意識に差があるみたいな、この差っていうのがですね、いろんなところで、バーッと最初の10分でですね、乱れ打ちのように描かれるわけですね。で、これはテーマ全体何を描いているかっていうことがもうこの最初の10分でわかるわけですね。なんならもう5分でわかると思います。満島ひかりさんが乗っているタクシーがですね、みんなが通ってる歩道橋をスーッと、追い抜いていったところでもうわかりますよね。これは社会批評でありながら社会変革についての論でもあるというわけで、もう動き出してしまっていて止まらない格差っていうのが一つテーマになっている。でもそれだけだと社会批評だと思うんですよね。で、ある意味、ネガティブな方向の批評で終わることもできるんだけれども、これがクライマックスに行くにつれて、せーのでやれば少しは止められるかもしれない。少しはいい方向にねじ曲げられるかもしれないっていうポジティブな方向も含んでいるのが、やはり野木明子さんの脚本の素晴らしさだなと思いますね。で、演技もね、本当に素晴らしいんですけれども、満島さんのね、とにかく、外資の女子っぽい演技ですね。で、まあ、アンナチュラルの石原さとみさんが、シン・ゴジラの時にすごい独特な役をやって、そのモノマネが流行ったりしましたけれども、満島さんは、英語を真似するっていう感じじゃなくて、その生き方みたいな感じとかがですね、うわ、外資の人間ってこうだよな、みたいな、ある種の話の通じなさがあるな、みたいな、感じですね。で、それに対して、岡田将生さんは、梨本光君、日本の企業の良くないところを睨めたみたいな会社っていうところから、ここに来て、外資は、生きやすいなみたいな、天国ですよみたいなことを言っているんだけれども、彼は彼でもうそこで人生の目標を終えてしまっていて、いかに楽に生きていくかっていうことしか考えていないっていう、このダブルのタイプのね、外資の人間の話の通じなさっていうね、このね、二通りの、感じを見せてくれるっていうのがですね、もう非常に作り手の実体験がですね、滲んでいるなというふうに思いました。僕はもう仕事相手とか友達とかも含めてですね、全然仲いい人でもですね、やっぱりね、なんでそこで働いてるのみたいなことを聞いてもですね、もう数年後には転職してるしみたいなことを簡単に言い始めたりとかして、なんかね、ある種のこう、拉致の開かなさみたいなものがあるというのが僕の偏見なんですけれども、そういった空気をですね、ちょっと誇張したようなキャラクターっていうのを満島さんと岡田さんがやっていまして、で、これはね、僕は悪人という映画がね、高校生ぐらいの時に見て結構衝撃的だったんですけれども、妻夫木聡さんと深津絵里さんがメインなんですけれども、そのですね、若手側のカップルというかですね、カップルでも何でもない、非常に、まあカップルなのかな？カップルなのかあれ。なんかすごい嫌な二人として、満島さんと岡田将生さんが登場するんですね。で、車の中で、会いたい、会いたい、会いたい、会えないっていう、曲をですね、満島さんが歌って、岡田将生さんがイライラして、車の外に蹴っ飛ばしてしまうっていう。で、それで満島さんが、殺されてしまうっていうのが事件の発端なんですけれども、その名シーンをですね、思い出しながら、あ、この二人って、昔からちょっと嫌な役やってるよなとかを思い出しながらも、でもですね、ただ単に若い時のちょっと嫌なやつっていうのじゃなくて、人間のいろんな酸いも甘いも噛み分けてきた結果、自分を守るために今嫌なやつとしてある程度こういう感じでやってるみたいな、もうですね、30代の嫌なやつをやるようになったんだこの二人はっていうので、この二人の活躍をですね、かなり初期から、僕が中学生ぐらいの時に20歳ぐらいだった人ですから、いやー、やっぱ感慨深いなと思ってしまいますね。で、ここが二人の主人公だとするならば、裏主人公というかですね、ミニ主人公というか、が宇野昌平さんと日野昌平さんが演じている親子ですね。で、これがドライバーの親子なんですけれども、もうこの二人が、まあ、実質主人公ですよね。で、この二人のスピンオフがあればですね、ドライバーをやってくれる24分の枠のですね、深夜ドラマがあったらですね、これはもうみんな見るんじゃないかというぐらいですね、非常にいい親子なんですね。で、この親子がですね、仲良すぎもしないでギスギスしすぎてもいない。で、二人ともですね、職業に対するプライドみたいなものもあったりとか、二人ともちょっとした頑固さがあったりとか、するっていうのがね、もう本当に最高中の最高ですね。だから満島さん、岡田さん、宇野さん、日野さんのこの4人の演技が超えげつないなというのは、やっぱりこの映画、オリジナルキャストですからね、新キャラですから、新キャラにちゃんと花を持たせるっていうことが、徹底されていて素晴らしいなと思いました。そして最後、シェアードユニバースの側面について話すと、 UDI ラボ、アンナチュラルのチームですね。そして、4期とミュー404のチームですね。まあちょっといる場所はですね、それぞれ、ドラマの最後を経ていろんなバラバラにもなっていたりするんですけれども、どんどんこう小分けにされてですね、次々に出てきてテンションはまあ上がるんですけれども、でもね、知ってる必要はですね、正直全くないですね。全然知らなくても大丈夫だろうと思いました。例えば、まあ、優秀な警
察が出てきたなとか、なんか優秀なお医者さんっぽい人たちが出てきたなとか、で、その人たちがすごい豪華キャストだなって思ってれば別に問題ないです。何をしている人たちなのかっていうのは、ドラマを見てなくても映画を見ていればわかりますし、あえてね、見せ場を作ってないんだろうなっていうのは、見ててすごくわかりやすいところでした。例えば、走って何かを処理するシーンだとしたら、ミュー404の綾野剛さん、いぶきを使えばいいんですよ。なのに、それをあえてですね、別の人にやらせているっていうところで、この元々のアンナチュラルとミュー404のメンバーには、あえて見せ場を作らない。で、花を持たせるのは、今回の新キャラの人たちっていうことは、かなり徹底されていると思いましたので、出てきて嬉しいような描写っていうのはいっぱいあります。で、小ネタみたいなものはちょっとあるんですけれども、その小ネタが分かんなかったからって、あれ何なんだろうっていうことが引っかかって次の場面が頭に入ってこないとか、あの人たち次も出てくるのかと思ったら出てこなかったなーが、消化不良になるとか、そういう作りには絶対にならないように、してますので、なんか、すごい脇が豪華だったなって思えばいいと思います。で、これは意味があると思っていまして、小市民の活躍の話にする必要があるわけですね。今回の作品というのは、テーマ的に格差をいかにですね、ちょっとでも是正することが具体的にできるかっていう話になっていますので、ホワイトカラーの、まあ、過去に悩みがあるメインの二人、岡田さんと満島さんっていうのも、もちろんそうなんですけれども、どっちかっていうと、やっぱ宇野昌平、日野昌平親子っていうのはですね、小市民としてどう活躍するかっていうところがあるわけです。で、まあ、これは安倍佐藤さんとかも含めての、ことですけれども、小市民の活躍の話に、するためにはですね、エキスパートの専門家とかですね、警察とか、そういう人たちの活躍の部分っていうのは今までもやってるでしょっていうところかなと思います。そして、今回の映画ラストマイルに関して言うとですね、アンナチュラルミュー404っていうのは1話完結でできましたよね。それぞれが事件に対応する側の話なので、事件に向き合う法医解剖医の話と事件に向き合う警察の話なので、事件が次々にベルトコンベアに流れてくることができましたけれども、言ってみれば今回のラストマイルっていうのはミュー404とか、アンナチュラルとかに出てくるゲストキャラみたいな人たちが主人公になってるわけですね。でそれが満島ひかりさんと岡田将生さんであるっていう感じなので、ラストマイルっていうのはね、かなり続編を作るのは難しいと思うんですよ。少なくとも満島ひかりさんと岡田将生さんがメインで次を作ることっていうのは難しいですね。また、同じ事件に巻き込まれるのかっていうのはおかしな話になってしまいますので、事件に向き合う専門家じゃないっていう時点でこの人たちが、メインの話っていうのは続きを作る気がないっていう、この切なさはまあちょっとありますよね。もちろんシェアードユニバース作品が次もですね、4、5というふうに作られていく可能性はあるんですけれども、少なくとも今回のメインの2人と4人っていうのはなかなか次出てくるのを期待するのは結構難しいのかなと思いますね。まあ日野翔平、宇野翔平親子は、あり得ると思うんですけれども、人気が出そうですからね。だけどメインのですね、船戸さんと梨本くん、満島さんと岡田さんに関してはですね、今後出す必要があんまりないキャラクターなので、今回完全燃焼してくださいっていう、ことでもあるわけですね。っていう構造からしてもですね、非常に出し方がすごく整理されていてめちゃくちゃいいなと思いましたね。はい、という感じで最後ですね、ちょっとだけ余談をしますと、僕はですね、何としてでも公開初日に潜り込みたいということで、新宿が結構行きやすいので、新宿の映画館を調べるとですね、バルトナインと、109シネマズというですね、あのめっちゃ高いところですね、金額が高いところ、歌舞伎町タワーの上に新しくできたところですけれども、その2択しかなくてですね、普通だったら僕はバルトナインに行って2000円で見るんですけれども、結構ギチギチだったんですよね。もちろん、昼からですね、ほぼずっと満席みたいな感じの大盛況なので、うわぁ、そこで見るのちょっときついなって、思っちゃってですね、4000円する109シネマズで見たんですよ。で、それによってまあすごく快適だったんですね。100何十席とか200席ぐらいあるのかな、の中で僕含めて5人しかいなかったんですよ。こんだけ大ヒットしそうな大人気の映画だとしても着席率が 10% 以下だったんですよね。それでなんかね、居心地がある意味すげえ快適だなと思いながら、オープニングで満島ひかりさんがさ、他の人たちは100数十円200円とかでバスに乗っている中でさ、一人だけ1000円出して出社してるわけじゃないですか。で、僕はまあその映画を見るっていうことが仕事になっているから、仕事で疲れてリラックスするためにみんなが使う2000円よりも多い4000円を出すことが、まあ仕事のための投資みたいな部分も、まあ、一応あるわけですよね。だしめちゃくちゃ楽しみだからっていうのもまああるわけですけれども、ある種のこうオタクの道楽というか、に使ってるっていう、で快適さとしてはおそらくちょうど2倍かそれ以上ぐらいの差がきっとあると思うんですよね。音響もめちゃくちゃ良かったし、正直まあ手元とかもさ、机とかもあったりするからメモ取るのとかも結構楽で、109シネマズは僕は行ったことあんまなくて、何回かしか行ったことないんですけど、あ、こんなに快適かと思いながらね、やっぱりそのホワイトカラーとブルーカラーの差みたいなシーンをそこで突きつけられるとですね、ちょっと嫌な気持ちになりますね、正直ね。みたいな感じで、自分がアマゾンとかさ、普通にお急ぎ便みたいなのとかめっちゃ使っちゃってると思うんですけど、そのシステムが良くないシステムだなと思いながら、それ
それになんとなく乗っかっちゃってると、だってそういうシステムがあるんだからっていう風に乗っかっちゃってるということ自体を深く反省させられる作品にもなっているので、社会批評と社会変革の話であるっていう話、もちろん今後の動画でも喋っていきたいなとは思っているんですけれども、とりあえず初見の印象としてはですね、野木亜希子さん、を含めたこのチームはですね、作品によって世界をちょっとでも変えようとしているっていうことが、言えるんじゃないかなと思いました。で、そしてやっぱりね、ドラマの時はドラマでしかできないことをやっていて、映画では映画でしかできないことをやるっていうチャレンジも明確ですね。めちゃくちゃ明確なんですよね。なのでこのチームは押せるっていうのも、すごくありますね。やっぱりドラマの時はですね、Amazon の CM とかもさ、だって間に入ったりするじゃんっていう話で、こんなにさ、Amazon そのものみたいなのをいじってる作品ってなかなか作れないと思うんですけれども、映画だったら全然大丈夫だよねっていう、話でもありますしね。っていう感じで、本当に結構すごいなと、思いました。もちろん言いたいことが全くないわけではないです。ただ、まあ、全体的にはですね、僕はかなり満足、です。野木亜希子さんの脚本でもね、こうグッと熱量が上がったりとか、うわそういうことかとか、あその手があったかと思わせてくれるポイントがですね、まあ10分に1回とかですね、確実にパンチラインがズドンと入ってくるっていうところも本当に野木脚本の作品を追いかけてきてよかったなと思いますので、おそらくね、まあ細かいこと言いたいとか、そもそもこの根本がみたいな、すごく強い火の気持ちを持つ人っていうのはもしかしたらいるかもしれないんですけれども、ライトにはですね、かなり好意的な感想とかが出やすい作品なんじゃないかなと思いますので、迷ったらこれということでぜひ見てください。この後ですね、ネタバレありの動画とかも、どんどん感想動画とか、考察動画とか、出していこうと思っておりますので、とりあえず、ミウ404全話語りとかもね、いろんな動画、概要欄に貼っておきますので、よかったらよろしくお願いします。以上、おしまいすときでした。ありがとうございました。とりあえず見に行きましょう。面白いですからね、大ヒットさせましょうね。このプロジェクトシェアードユニバースがどんどん続いてほしいなと思います。